それでね、まあいろいろ気づくこともありましたね。そこで出てくる言葉っていうのはね、もう全てこれキラーキーワードなんですね。本当にこうかふわっと思ったことがパッと言葉が出てくるわけですよ。考えるんじゃなくてね。まあこれは素晴らしくてね、まあ、女性もありましたけど、男性の言葉もねいろいろありますが、本当にですね、とっても気持ちいいんですよ。思い出すだけでこうあくびが出てくる、そういう感じです、ね、ちょっと今ですね、皆さんにその修練で、まあ、試合会で受けたエネルギーは残ってますけど、ちょっとねお渡ししますね。自分がこうやってうちに入っていっちゃうんですよね。もうそれが何とも言えない。そう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 。これで世界中で繋がっていくんですよ。本当私の脳波は、何言ってんだ。私の脳波はですね、本当に全く意識ない、全く関心ない、全くどうでもいいようなお互いの中でもですね、この振動数が合うとね、どうしようもなくなってしまうようなね、意識になってくるんですよ。で、最終的っていうか、まあ一年もね、しないうちにね、もう本当に磁石みたいにお互いに求め合うようなね、本当にタバコやコーヒーじゃないけどアディクティとなっちゃうんですね。癖ですね。これはね、本当悪用したらそれこそ悪魔のね、魂奪いになっちゃいますから、悪用はできません。あくまでも彼女なら彼女より彼女のことを彼女以上に思うこと、まあ、女性が使わないなら彼氏より彼氏のことを彼氏以上に思って、いつもいつも感謝と思いやりと愛を持ってね、こう接してるんですね。そうするとすごいエネルギーが入ってきます。いいですか。感謝ですよ。